引っかかってるのかなって思うわけです。のはい、圧倒的、多分もう一回落としても、もう一回落としても間に合うくらいですもんね。あ、まだ来なくて、長いね。あ、来た。はい、苦労してるんですけど、まあ、引っかかってるわけがないってことですね。わかりますね。まあ、その強くにちゃんと落ちてくれば。あ、はい、どうも、どうも、あ、UCP の班長です。みかんです。はい、今回はネオジム磁石がはいあります。で、これ今2個くっついてるんですね。そうですね。で、これを今ここに目の前にあるんですけど、筒に落としていくわけなんですが、うん、はい、まず、こっちのね、透明のアクリルパイプの方にちょっと落としてみてもらっていいですか。まあ、はい、あ、まあ、ネオジム磁石を、はい、落とします。まあ、当たり前のように落ちるんですね。そうですよね。これは当たり前なんですけど、はい、でももう一つ、あの、このアクリルパイプと同等の長さの、はい、まあ、アルミパイプですね。アルミパイプ、はい、が用意してあるんですけど、はい、こっちにじゃあ同じくネオジム磁石を落とすとどうなるか、はい、っていうのを今見てみようと思います。では行きます。はい、なんかカツンカツンって音がするんですけど、うん、全然落ちてこない。で、なんか引っかかってるのかなって思うわけなんですけど、実際はゆっくりゆっくり落ちてるわけなんですね。せっかくならね、同時に落としますか。はい、行きます。せーの、はい、圧倒的、圧倒的、多分もう一回落としても、もう一回落としても間に合うくらいですもんね。あ、まだ来なくて、長いね。あ、来た。もう3倍くらい、もっとか、もっと時間かかるくらいゆっくり落ちると、うん、いうことで、はい、で、まあ、実際中がね、どういう風に落ちていくのかっていうのを、カメラで撮ってみようと思います。はい、はい、落ちます。せーの、はい、苦労してるんですけど、まあ、引っかかってるわけがないってことですね。わかりますね。まあ、その強くにちゃんと落ちてくれば、あ、落ちてきた、うん、引っかかってないっていうのがちゃんと証明できましたね。ゆっくり落ちてきて、はい、今上からね、中の様子を見てみたんですが、うん、はい、実際外側から見た方が気がよくわかるわけですよね。そうだね、外から見えないもんね、アルミだと。なので、まあ、あの、外から見える工夫をした、パイプを持ってきたので、はい、今回使ってみようと思います。で、それがこちらですね。お、3箇所にアルミホイルをこう巻いてあります。結構、はい、多めに巻いていて、うん、1箇所に1本丸々使うくらい、え、1箇所に、はい、太く巻いてあります。で、これだったら中の様子がね、このアルミパイプのように見えるんじゃないかということで、うん、比較で試してみようと思います。はい、ちょっとこれ外して、はい、同じぐらい、大体同じくらいの高さにセットして、OK ですね。はい、そしたらあと同時に落として、まあ、違いがね、落ちる時間に差が出れば、うん、同じような効果が出ていると。で、見えるしね。はい、まあ、ちょっと試してみようと思います、ね。はい、では、せーので落としますね。せーの、はい、おー、あ、もうこれで結構わかりますね。まあ、さっきほどゆっくりではないですけど、はい、ではもう一回いきましょう。せーの、はい、圧倒的に遅く落ちるわけです。次は、スローでね、観察してみようと思います。わ、うん、かりやすそう。アクリルパイプとアルミホイルで、はい、こういう風に中が見える工夫ができたと、はい、いうことで、今回はこういう教材の紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。最後のカット、これなんで、これ言うんですか。さっきの小安田高校の学生たちですね。